ああ。ちょっと見、あれ？こんばんは。あ、こっちから流れ、読み上げ来てるのか。すればいいのに、するかフリース切るほどに結構寒いです。ドミトリーの、予約したんですけど、一人で、使わさせてもらってます。こんばんは。まず、部屋の状況から。客はですね、外国人の人が一人見かけて、もう一人、三部屋使われてるみたいなんですけどね。つまり、ここは、朝食付きドミトリープランは2400円ですよ。安っ。だから、朝食400円だから、一泊2000円なんです。しかも客が少ないからといって、一人一部屋使わせてもらってるんで、すごいですよね。で、案内してくれた人はおじいさんおばあさんだったんですけど、息子さんらしい人もなんか今の中にいたかな。うん。あと、これ、今、Wi-Fi 使ってるんですけど、早いんですよ、ここのネットワーク。ん？約束。シーズン走ってると、そうですね。ベッドあります。あとはなんか見せるものあるかな？一泊。朝食400円、一泊2000円。ただ、ある程度人が来るときに相部屋になると思いますけどね。そうだった。で、洗濯機もタダで使える。朝食。あとですね、バンビはちょっと今、2枚下に履いててちょっと見せづらいな。安いですよね。で、さっきはここで、夕食作ってました。で、海外の人も来るんで、うん、無事着きました。出るよ、また来た、出るよって、なんか、いちいちそれ話すのあれだな。これ、とんかつソースまさか。でかっ。間違うらしい。で、コンロあるんですけど、ガスボンベ式なんですよね。で、私が使うとしたこの右側の方は空っぽだったんで、よく考えたら自分のも早く使い切らなきゃいけないから、自分のやつを入れて使ってました。出しっぱなし。あ、これ空っぽなんですよ。飯はもう食いました。あ、危ねえ、これ、さっき、包丁出しっぱなし、すいません、渡したこれ。さっきここにあったんです。危ねえ。ご指摘ありがとうございます。さっきレトルトの袋を開けるために自分で切ってそのまま置いといたんだ。危ねえ。ありがとうございます。私でした。ん？自分の届くっていうのは？いや、危ねえ。で、これも無料で使える洗濯機。洗剤があるのに後で気がついたんで水洗いで使っちゃったんですけどね。すいません、私でした。で、それとは別にガス、あ、給湯器のためのガスなのか、これは。こんばんは。プロパンガスですね。新しい。で、あと電子レンジも使わせてもらいました。搬入扱いされますね。で、オーブンレンジも、あ、オーブンもある。うん、こういう感じの。あ。ありゃー。こんなまであるんだ。寂しい飯。夕食の写真見せましょうかね。自慢するために。おお、ちょっとあれ、コーヒー後で飲まさせてもらおう。おや、私の後で誰かが食事してる。って、フォークだけ忘れていってる。さっき私ここで食ったんですよ、一人で。おいくらなの？宿ですかね。ここは、朝食除けば2000円です。朝食足すと2400円。だけど本当に、海外の人もさっき一人見たんですよ。何人かわかんないけど、英語だったかな？英語圏の人で、白人の短髪のクルーカットってやつかな、あれは。安すぎですよね。うん、ここにも人泊まってます。200円。というわけで、ここすごいですよ。でもよく見たらエアコンないんですね。多分、本当に寒くなったら、ストーブ入るんでしょうかね。うん。冬お客さんどうなんだろう。あ、でもですね、今ここのすぐ隣、私さっきお風呂入りに行ったんですけど、500円で風呂に入れる、十和田荘っていうでかいホテルがあるんですよ。十和田湖荘かな？トラベルに詳しくついて、なんか書いてありましたね。ん？ユニフォームっていうの、あ、これですか。私の
自転車格好です。自転車服装です。僕夏やったことないですよね。で、とね、風呂に入ってきたけども、この平日に このシーズンオフのこの場所でいっぱいいました。あ、ってこれオートフォーカスなってないや。うん、この部屋に一人です。乾杯を、ちょっと待ってください。え、十和田そうか、十和田そうは高いんじゃないですかね。汗かいた服は乾燥、乾かすだけです。朝までに乾かなかったら、我慢する人いっぱいいました。買いの服はですね、結構満喫したと思いますけどね。どうだろう、どこまで網羅できたんだろう。服の替えは、2日分です。着てる分合わせて3日分。で、ホテルの売店でいろいろあったんで、食後に、あ、そうそう。このリンゴの主食めちゃくちゃうまかった。そうそう、せんべい汁とか。で、風呂上がりにはこれ飲んできました。美味しかった。150円の 100% ジュースですけどね。こんなのに入ってます。リンゴを買ってないっす。このあたりは個人情報じゃ、グループ名だからいいですよね。いっぱいいるんですよ、ホテルに人が。旅行者。これバスツアーかなんかですよね、多分。そう、リンゴ食ってればもう絶対、病気しないっていう。で、隣の商店で買い物してきて、百名山。初めての東北っていうのもバスツアーの名前じゃないですかね。で、右側が商店で買った冷凍お惣菜。まあ、295円なんでちょい高めなんですけどね。そう、弁当のやつこれ。一パック、50円相当なんですね。ちょっと割高だったかな。で、左側の方がサラスパ、100何十円のサラスパと100円のレトルト、ナスミート。まあ、塩入れずにパスタ入れちゃったんでもったいなかったな。せっかく塩がある環境だったのに。まあ、パスタの方はそれなりかな。サラスパはちょっと、食感的に物足りないですね。太いパスタはやっぱうまいな。夕食はですね、600円でカレーは提供するそうです。ただまあ、専用のそういう食事は用意してないみたいですね。ということでした。右の一パック、そうそうそう。これ下に開けた袋入ってますけどね。よ。この下の袋に入った一パックの、冷凍食品です。で、この下の袋を敷いたまんま、レンジの中に入れたら、金ピカ部分がある包装プラスチックだったんで、シートだったんで、バチバチバチって言い始めて、ちょっと溶けました。下のところが。ほんとあんだけの金属でも、レンジで反応するんですね。さつまいも、これ大学芋なんですけどね。で、ほうれん草系が2つあって、ひじき、きんぴらごぼう、あと、インゲンの和え物ですね。というわけで、あとはなんかネタあったかな？そう、赤いやつでした。気がつきませんでした。あとは、見せるものは特にないかな。あ、そうだ、もう一つあった。乾杯の前に、もうちょい。その500円の風呂がですね、どこだよこれっていうすごい施設でした。こういう感じのとこで。これピント合ってるのかな？合ってない。なんか神殿っぽかったですよ。温泉ではないという話をちょっと聞いたんですけどね。おー、来た。500円でした。まあ500円でもこっちだと300円とか400円とかあちこちあるんで、500円がちょっと高級に思えてくる。あ、朝は和食になると思います。特に指定しなかったんで。あ、足はですね、はみ出してんな。足は大丈夫です。明日になったらどのぐらい、影響があるかわかんないですけど、今日は疲れてないと思いますよ。2、3% の登りはずっと登ってきたんで。ただ時間かかったな。というわけで、じゃあ。結構寒いですよ。あ、そうだ、外を見せるか。いや、外見せる前にちょっと温まらないとダメだな。
お、いらっしゃいませ。生き方ですか？生き方っていう点で言うと、あれですよ。まあ、いいや。渓流綺麗でした。曇ってなければな。ちょっとPC から音出すようにして、寝てる時に足が、いや、そういうことはないですね。経験ないです。よし。乾杯は、デリ呼んだ？またかよ。同じ人が書いてないか、それ。さっきデリって言っただろ、もう。よいしょ。おっす。福沢、福井アナじゃないですか、福井アナ。で、ちょっと、寝巻きはですね、寝巻きはちょっと寒いんで今、着替えてます。後で着替えます。広報、ありがとうございます。じゃあ、いつもの、え？ん？いつもの、はい。これ、リキュールとチューハイって書いてあるんですけど、どっちなんですか？リキュールとチューハイって両立するもんなんですかね？ちょっと皆さん早いですね。じゃあ、乾杯。ジュースとして飲めるぐらいのお酒だったら飲みます。ふぅ。いや、この果物系のチューハイしか飲めない、3% ぐらいの。だって年齢いったら戻るかもしれないじゃないですか。そいつの部屋。女子供。なあ。腰振るの早いですよ。っぽい。うん。最近飲むのは、確かにそうですね。なんでこういう時だけ飲むんだろうな。リキュール、何が入っているか、ああ、もうコメント流れてる。ありがとうございます。飲むつまみ。チップス開けると一気に食っちゃうからやばいんですよね。よいしょ。ん？うん。この夜中にポテトチップスと酒。ん？飲みたいとまでは思わないんですけどね。5S はまだ買いませんね。太った。うん。何がすごい？あ、明日の予定は、あ、そうか。あ、ですね。明日の予定はさっき考えました。足が？いや、ちゃんと洗濯したやつですよ、これ。北の出っ張ってる方？北？北？北？明日こんな予定です。明日はですね、明日は、朝ごはん何時なんだろう、そういや、聞いてなかった。多分7時か8時の間じゃないですかね。明日は一番高いところまで登ってから降りてみようかなと思ってますが、この、あ、ま、弘前まで行ってそこでどうしようかなっていうのはまだ考えてないんですよ。選択したした。青森行った時こそ、いや、一切ダブってないです。黒石から弘前なんですよね。十和田湖の、ここ、あ、これ映ってるのかな？ん？白神。ここが十和田湖沿いの平坦なとこで、そこからギュッと登って標高600ぐらい登ったところに、十和田湖の一番高いところがあって、で、あとは下るだけなんですよね。という、青池って私は去年行ってますけど、青池って12個ですよね。12個の青池だったら去年行きました。雨の中でした。大変なんで、ちょっと本当に、
最高地点まで登るかどうかはちょっと迷ってますけどね。ん？三内丸山遺跡ってどこでしょう？よっと。はは三昧。でも電波ないんじゃないですかね。何の青池？うん。DA の北の青池？上の小池じゃなくて？上の小池じゃないか。DA の北の青池ってどこですかね？何？黒石温泉ってのがありますね。一日何キロ？今日は60キロちょいでしたね。60キロないぐらいだっけ？確か60キロちょいだったと思います。ん？上の小池、ん？白ヶ倉ってどこでしょう？ん？また、なんで恐れず持っていくんですか？うん。青池は別。へぇ。世界行ったことないですよ、まだ自転車で。山、あ、黒石温泉っていうところ入ったら、下り中だからいいかなと思うんですけどね。うん。鉄は大丈夫ですね。チップスターうまい。うますぎてバクバク食ってるとやばいですよね。うん、去年恐れ山行きました。恐れ山森っていうアイスを食いましたよ。なるほど、恐れ山だっていう感じの味でした。一言言うと、線香の味。ん？何味か、ポテチ。サラダ系かな？うん、どうした？縄文人？で、弘前で野宿するために道の駅かなんか探すか、安い宿探すか、また迷ってます。もう、今回テント一回しか使ってないですよね。あ、そう、恐れ山結構電波いいんですよね。うん。赤の、あれか、コンソメか。ちょっと待ってください。ちょっと静かにしますね。あ、こっちじゃないや。こっち側がいいか。電気代、いつも言われますね、これ。で、これ、表の国道です。どうだっけ？ここベランダあるんですよ。ちょっとコメント大きすぎるかな？白フォーカスにして、明るくして、無事に、そうですよね。こんなの。東電じゃないだろ。というわけです。これがさっき走ってきた、国道かな？県道かな？タイムシフト。タイムシフトのイベントリストはこれから作ります。今日はこれ早めにやってるから、これで見えますかね？街灯とその下の地面。近くの商店9時までやってたみたいです。向こうの右手の方に商店とあとさっき言ったホテル、とわどこそがあります。で、ちょっと待ってください。コメント全然対応できてなくてすみませんね。北温泉か。北温泉登っていくとこだったんで、避けたんですよね、今回。よっと。とわだの宿。とわだ荘はあれ、ホテルの感じ見た感じでは、お一人様1万は行くと思うんですよね。全然違って安かったらどうしよう。朝ごはん。あ、朝ごはんですか。買ってきました。すんごいでかいんですよ、あれ。なぜにダブル？あ、部屋が？はい。とりあえず甘いものと塩辛いもの買ってきました。近くの商店にあった中で、まずこのパンを選んで、パンだけじゃ甘いよなぁと思って、塩気のあるスープと思ったらこれでした。卵。この宿は、一泊2000円プラス朝食400円。あ！朝食頼んでるじゃないですか、私は。朝食頼んでるのにこれ買ってしまった。何やってんだ、一体。忘れてた。またやっちまった。
そうだ。我々、我々、あ、バラ焼きのタレどうした？バラ焼きのタレ。高級そうなとこもシーズンオフだと5000円以下に食追加約。え、5000円。朝食頼んでるじゃないか。いらんもん買ってしまったな。ここの朝食プラスこのパンはいくらなんでも食いすぎたよな。昼食できましたね。実はガスボンベの処理どうしようかと思って、新幹線だったらいいんですけど、そうじゃない時のために、さっき一個空っぽになってましたよね。そのためにここにキープしていこうかと思ったんですけど、ドンベがあるとあれだな。いや、食べよう。あとこのバラ焼きどうしますか？私帰っても自炊しないんですけど。誰かトスの人が来たら渡そうかな。バラ焼きのタレなんかどうすかって言って。でもこのバラ焼きのタレ今日昼間作ったの結構うまかったですね。僕の始まり、確認できてよかったか。よかったかな。今食わない、今食わない。もうポテトチップスとか食ってんだし。パンは大丈夫ですね。どん兵衛は軽いから大丈夫。こいつが問題だな。重いし、割れ物だし、厄介だなこいつ。バラ焼きのタレ置いていくという手はありますね。もうバラ焼き作らないだろう。あ、そう、フリーって書いておいておきますかね。すいません、これ一回しか使わなかったんで、残り使ってもらえませんかって、宿に行ったら多分置いてもらえるでしょうね。いやー、参ったな。朝ごはん頼んでるのに。いかんな。ふぅー。明日は、多分9時ぐらいになると思いますね。今までの経験から言って。8時ぐらいには出発しようといつも決心してるんですよ。でもそうはならないんですよ。ん？これは自炊。え、ジョージアの、ジョージアは、トラックの人か、若い女性の人か、どっちかじゃないですか。俺ってことはトラックの人ですか？ん？これだな。あ、よく考えたら、このエメラルドマウンテン、昨日、女性トスの人からもらったのと同じじゃないかな。トラックから投下されたとは確か勝手に言ってますけど、エメマンですね。そうそう。うん。ん？そろそろ来る。来る。若い女性、出会った。うん。ね、これ、あ、舞踏です。いや、出会い中やってしまった。あ、そうだ。すみません、あと全然関係ないんですけど、全然、今話してたことと全然関係ないんですけど、まだ？携帯聞いた来た。この画面の一番右上のとこに、なんか丸い模様がついてるの見えますか？これですね。私がこの同じモデル使って、だんだん液晶のなんか液体が漏れてた時と、同じ問題が起きつつあります。あれ、気泡が入りました。この右下にも実は入ってます。壊れ始めました、この PC。もう交換はできで、大体の機械に見つからないよな。あらま、よくわからんね。よくわからん、こっちよ。方がなんか入るんですよね。使い方が荒すぎるせいか。これも右下に使う。ちょっとだけ出てますよね。浸水じゃなくて空気が入ってて逆に漏れてるんだと思うんですよ。液晶的なものが。この点ないんですよね。雨に濡れすぎ。いや、多分衝撃与えすぎとか、圧力かけすぎなんだと思います。やすしに、やすし。今時だったら、もう、市場、市場からなくなりつつある、デスノートの J1 ですかね。タフノートは、ブックは重い。うん。で、あ、もうあと4分。結構なんか、なんかしら時間経ってますね。買い替えと、本当に1年ぐらいしか持ってないんですよね。そう、サイクル早いですよね。なんだっけ。ソルト&ビネガーうまいけど。明日の予定は、十和田湖の一番高いところの北側に登って、景色見て、
で、黒石温泉郷によって、温泉に入れたら入って、で、その先の田んぼ跡のところに寄って、で、弘前に行くんですけど、そこで泊まるかどうかはちょっと、どう泊まるかは考えてないんですよ、まだ。出る配信、出るって言うと。弘前、市街地だとあんまり野宿しづらいかなと思うんで、どうしますかね。ありがとうございます。42歳です。デリー。3回目か、デリー。あとはなんか見せるネタあったっけ？タフブック軽いですか？広い線。あ、そうだ。あとまた全然関係ないんですけど、厄年。この 3D 印刷、3D プリントサービスで出力したこの GoPro 3のフレームマウント、今のとこバッチリですよ。全く問題なく使えてます。俺も何もしてないし、ひびも入ってないです、今のところ。うん、めっとこうなってます。うん、こんな時間。あ、昼間ありがとうございます。夜はですね、こうやって宿に着いて、一人部屋だったら、配信とか、こういう風にしてるんですよ。で、こういう、五所川原はですね、あさってかなと思ってます。3D 印刷サービスなんですよ。3D プリンターまだ、物買うにはちょっと、プラマイ計算するとマイナスが大きいかなと思って。あ、GoPro 2用のこのフレームマウントってないんで、作ったらどうかなと思うんですよね。GoPro 3からこういう簡易マウントが純正で出てきたんで、それの、GoPro 2版を作ったら結構役に立つんじゃないかなと。少なくとも私は2と3持ってるんで、2用のこれ欲しいんですよ。モデリングは自分で、いや、これはシンギバース、私の前にツイッター立たないとわかんないんですけど、フリーではなくて、クリエイティブコモンズライセンスで公開されてる 3D データです。お、ちょっと印刷の時に形状チェックで引っかかったんで、ほんのちょっと変えたんですけどね。GoPro 充電は、ここのとこに USB の口があります。ミニ B の。こっから給電してます。で、今日も10時間ぐらいぶっ続けて、あ、100均スピーカー、これ。ヘルメット。あ、だからモデリングできなくても、3D だとフリーと言ってしまっていいのかな？の印刷を持ってきて印刷すればいいんですよ。何の充電？機器の充電うまくいってます。はい。私はこうやって配信してます。本当はここにもウェブカメラがくっつくんですよ。ウェブカメラ今使ってるから、見せられないんですけどね。こんな格好で。だから変な目で見られたりするんですよね。ちょっと目立ったりするんですよね。オウムみたい、オウム？目指しますよね。だから時々今日もなんか、若者たちにちょっと笑われたような気がして、私の気のせいかもしれないけど。うん。あれ格好なんですよね。でもいや、アメリカというか GoPro の本場だとこれ普通ですから。自転車レースで半分の人はみんなこういう格好してますから。これより目立つマウントつけてますから。というわけで、あと10秒かな。じゃあお疲れ様でした。明日そういえば電波あるかどうか調べてないんで、電波なかったらすいません。確認します。それじゃあ、おやすみ。